はい、どうも、神谷ゲームズ、神谷です。今回も戦国無双5第5章信長編、信康事件、やっていきたいと思います。旧敵、武田家との攻防を続けていた家康のもとに、信長からの使者として、桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば、徳川信康が密かに武田家に通じ、信長への反乱を企てているという。三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。信康事件。信康が武田に通じて謀反を企てて言うだと。そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。しかし三太夫によれば、すでに信長様のもとにそのような報告が届いているとのこと。大変だ。信康が兵を挙げたようだぜ。武田の軍勢もすでに三河に侵入してるぞ。そんな。武田勢が現れた以上、穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。半蔵、出陣の決だ。御意。この乱世、私に何ができるのか。俺を使いこなせよ、武千代。残忍な信長に従い続ければ、徳川もいずれ、ここは武田の手を借りてでも道を正さねば。信康の反乱に乗じて三河を制し、織田討滅の布石となす。騎馬隊かかれ。武田の騎馬隊か。あれを打ち払わなくては信康に近づくこともできない。信康が武田に通じるなど信じがたいが、とにかくこの騒動を収めなくては。信康殿と武田を引き離しましょう。両者の連携を立てば戦も収まるかと。策を用いて信康殿と武田を引き離す。その前に砦を押さえておかねばならぬ。信康の真意を確かめるまで引くわけにはいかないわね。瀬名、そうだな。私も同じ気持ちだ。しかしこうなった以上、助ける道は。魔物か。あれは重継と近吉。信康に従い離反したのか。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末。桃地殿がその見届け人というわけか。敵将討ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。自らご活躍とは恐れ入りますな。これでどうだ。お、任せろ。トンボよりもあっけねえのな。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。そらそら。耐えきれん。引かせてもらう。
田の騎馬隊が破られた。だがもはや後戻りなどできぬ。ああ、ちゃあ、信康に改心する気はねえようだ。さあ家康殿、どうなさるのですか。信康は何故かたくなに。私がこれっぽっちじゃ満足できねえ。これでどうだ。信長に従っていては徳川も先がない。信康様はそれを見越してことを起こされたのだ。だとしても筋を通さず乱に及ぶなど、それこそ徳川の命運を脅かす行為だ。自らご活躍とは恐れ入りますな。急がず着実に。私とてモノノフなのだ。相手ではなかったか。これっぽっちじゃ満足できねえ。部活に突出しよって覚悟せよ。そらそら。トンボよりもあっけねえのな。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。武田勢に向け偽の伝令を放て。勝頼様、お耳に入れたき義が。何、信康の寝返りは偽りだと。そんなはずはないと思うが。今はまだ撃たれるわけにはいかない。迎え撃ち、相手の勢いを削ぐのだ。開門。ここは私が。これでどうだ。信康方の将を手早く倒すことができれば、武田は信康に戦意なしと見て引くかもしれない。おやおや、信康め改心するどころかますます牙を剥いてきなすったか。信康は身内を傷つけるような子じゃない。きっと誰かにそそのかされて。きっとそうよ。おい、任せろ。うーん、来そうぞ。よーく見とけよ。これっぽっちじゃ満足できねえ。トンボよりもあっけねえのな。耐えきれん。引かせてもらう。自らご活躍とは恐れ入りますな。それまで。あ
めえな。これじゃ家康殿は謀反人を罰する気がねえように見えますぜ。妙にあっさりとやられたな。やはり信康は家康と共謀して武田を陥れようと。まずは思惑通り、これで信康と武田勢を引き離せるといいのだが、どうも戦況が思わしくないな。信康は本気で戦う気があるのか。どうした、なぜ勝頼殿は動かぬ。援護がなくては我らはどうしようもない。勝頼様も信康殿も何をしておられるか、座して待つだけでは勝てませぬぞ。開門。岡部殿が動いたか。武田方の足並みが乱れた今こそ正念場、敵を蹴散らすのだ。この気配、伊賀者か。なぜこんなところで。エリアス、周りの連中にばかり戦わせて、てめえは高みの見物か。とんだ卑怯者ですな。信康は元より我らと本気で戦う気などなかったのかもしれない。現に武田に通じて兵を挙げているんだ。そんな言い訳が通用するわけねえでしょう。あっけねえのな。耐えきれず引かせてもらう。お見事にございますな。元信、どきなさい。あんたに構ってる暇はないの。拙者とて瀬名様に刃を向けたくはござらぬが、これも真の務め、互角も。本田平八がのしてやったぜ。引かせていただこう。ここは私。岡部殿、信康は本当に私に範囲を。お主ではなく信長への範囲であろう。さようなことを拙者に聞くでないわ。行くぞ。堪忍ならぬ。急がせ、着実に。敵将討ち取ったり。耐えきれ、引かせてもらう。自らご活躍とは恐れ入りますな。引かせていただこう。悔しいが、ここまでか。信康が動かぬがゆえに多大な犠牲を払う羽目になった。これ以上戦ったところで武田に利はない。引き上げるぞ。開門。待ちなさい。信康を見捨てて自分たちだけ逃げ出すつもり、許せない。信康は武田の意を借りて徳川を乗っ取り、織田を脅かさんと企て、いわば勝頼は巻き込まれただけ。信康こそが全ての元凶ってことじゃありませんかね。黙りなさい。信康のことを何も知らないくせに勝手なこと言わないで。急げ。続けてみよう。
セレンバよ、見せてみよ、神にならぬ打ち払う。たやすく三河を取れるはずが、やる気こうも痛手を被るとは話が違う。勝頼殿が敗れたか。どうやらこたびの挙兵は初めから無謀だったのだろう。このまま逃げ帰るようでは武田の名が地に落ちよう。我らだけでも意地を見せよう。徳川の行く末を案じればこそ、私はそのことだけでも伝えねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。信康の行いは許されることではない。当主としてなすべきことをなすのみ。家康、嘘でしょ。仲間を、家族を撃つつもりなの？徳川など恐るるに足らず、覚悟せよ。急がず、着実に。悪いのは信康をそそのかした誰かであって信康じゃない。そうでしょ。だが武田と通じ乱を起こしたのは事実。徳川家の当主として不問にはできない。そんな。敵将討ち取ったり。ここは引くほかあるまい。中も頼もしゅうになりましたな。信康、すぐに降伏なさい。今ならまだ申し開きもできるわ。ここまでの騒ぎを起こしたのです。もはや助かろうなどとは思いませぬ。いずれ信長は徳川を滅ぼすつもりなのです。そうなる前に私は。そのようなされ事をたやすく信じるとは愚か者め。本田平八がのしてやったぜ。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。勝頼様も他の将も次々と。これじゃもう勝てるわけねえ。ここは私が。これでどうだ。全ては私の未熟が招いたこと。この命をもって償いましょう。討ち死に。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな、家康殿。ああ、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。ちょっと何言ってるの。あんたが死んで一体何になるのよ。瀬名、これ以外に道はない。それで全てが収まるのだ。いいわ、聞きなさい。信康をそそのかしたのは私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。瀬名、何を言い出すのだ。あなた、もしや全ての罪を一人で。いいから
徳川の皆を守りたいなら黙って私を切りなさい。そんな勝利条件変更、敗北条件変更、瀬名殿の陰謀とは驚きましたな。織田殿には俺から伝えておきましょう。三代目、あやつどうも匂う。やめよセラ、そなたに罪をかぶせ私だけ生き残るなど。いいえ、生き残るのよ。それが当主であるあんたの務めのはずでしょ。受けてみよう。急がせ、着実に。モノか、私とてモノノフなのだ。ここは引くほかあるまい。バカも頼もしゅうになりましたな。これでどうだ。私とてモノノフなのだ。フルはなんだか。続けてみよう。当主が務まると思っているの？だけどそんなあんただから一緒にいられて幸せだった。ありがとう。さようなら。私のために。若、お辛いとは思いまするが、まずはこの一件、瀬名様と信康殿が起こしたものとして信長様にご報告を。おいおい、おっさん、この弱り切った竹千代によくそんなむごい話ができるな。瀬名様の思いを無駄にせぬためだ。若、よろしいですな。わかった。その上でこの一件の真相を突き止め、
後日瀬名様の名誉を回復したく存じます。真相？信康殿が独断で武田に通じ謀反を起こすなどありえぬ。さらには三太夫の不可解な言動、我らははめられたと考えてそう言い張るまい。だが確たる証がない。半蔵、頼む。この騒動の真相を何としても暴き、瀬名の名誉を取り戻してくれ。ごめん半蔵殿、息災のようで何より。利光殿、遠路わざわざのお越し、書状では済まぬ用件ということか。さよう。それがし殿の命により、織田を脅かす影の正体を探っておりまする。松永の謀反、播磨での相次ぐ反乱、その裏で悪しき影が動いていると見ておりまする。なるほど。利光殿、よくぞわしを頼って来てくれた。その影の正体、心当たりがある。なんと。ではお力添え願いようか。無論。ただし真相を暴いた暁には、そやつの討伐に明智勢の手もお貸しいただけようか。望むところ、吉報をお待ちしております。以上、神庵でした。バイバイ。